私の命を捧げます。あなたに、あなたとの友情に。私も、あなたのためだったら命もいらない。死ぬ時だって一緒だよ。すると空気に触れて発熱するって言うけど、暗殺なのかな。これいえ、今日は特別寒いので履物をお履きになった時冷たい思いをさせぬよう懐にて温めておりました。仁義な君の言うことだからね、信じるよ。むしろ疑うようなこと言ってすまなかった。あなたの活躍に接し、自分が案外熱い人間だと気づき驚きました。どうやらあなたに負けたくないのです。拙者も同様に思っておった。次はどうなるか分からぬが、負けぬ気でいくぞ。私らしくない？あなたが微笑んでくれたらそれで満足なの。自分は果たしてそんな価値のある男だろうか。いや、奮起せねばお前を悲しませることになろうな。